動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。ここは茨城県大郷町袋田の滝という日本の三名瀑という日本で有名な三本の滝、こちらを有する町です。実を言うとこの動画撮るつもりは全くありませんでした。予定にないものでした。なんですけれどもちょっとショックですよね。本当ショックだ。茨城交通さんの運行便終了。茨城交通さんの運行便終了。終了。これ歩きのパターンじゃないです。歩くしかないのか。歩くしかないのか。ちゃんと調べてなかっただけっていうことなんですけど、最終便がもう出発してこの後来るバスがないということなので JR の袋田駅まで歩いています。なのでこの動画はただ袋田駅まで歩くというだけの動画です。ただね、見てください。ここはもうずっと袋田の滝から続いているんですね。この滝を僕は大興奮の中で見てきたわけなんです。というわけでいいことの後にはちょっとした予想外のこともあります。この動画面白いと思ったら高評価をグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは今回の旅も始めていきましょう。さっき自動販売機でジュース買おうと思ったんですけど無理でした。理由 IC カードを使おうとしたんですね。そしたらエラー出ちゃいました。たまにこういうことがあるんですよね。まあくじけててもしょうがないのでとにかく歩きましょう。歩いていればそのうち袋田駅にたどり着けるはずなんで。西日が強くなってきましたよね。お店屋さんが結構あると言っても営業してるのかどうかわからないですし、クレジットカードとかデビットカードとか対応しているようなお店はちょっと見当たらなかったですね。まあそれがいい悪いとか不便だなとか言っちゃいけないと思います。これなんだろう、タヌキ、パンダ、どっちだろう。サッカーボールをこうやって足で上手に扱ってる感じ面白いな。ちょっと日陰に逃げました。この道で問題なさそうです。たまにはこういう散歩動画もいいかなって思ったりするんですよ。僕は好きですけどね。たまに知らない道をとぼとぼ歩いて目的地がはっきりしてるんであれば苦にはならないかなって。この袋田の滝に繋がってるんでしょうね。ここにあるのがどうやら袋田温泉思い出ロマン館。どんな施設なのかは分かりません。そのロマン館を降りすぎて袋田の駅を目指します。ありがとう袋田の滝。また会う日まで。ここからだと袋田の滝は 1.3 キロだそうです。さあ行きましょう。左方向って言った。間違って変なところに行くところでした。ちょっとアクシデント、道を間違えました。あれ、ちょっとお待ちください。合ってました。ナビゲーションで入力した目的地の情報が袋田の滝になってた。また戻るところだった。また戻るところだった。ちゃんと袋田の駅はこっちだよということで書いてありますんで、いや、よかったよかった。関鉄の木付け書きだそうで、循環バスやってないみたいです。現在地から袋田駅まで早くて15分だそうです。道路標識が見えてきましたね。この先300メートル先に分岐があるということで、どうやらホテルとレストラン設備として用意してるみたいですね。
あ、美味しそうなレストランがあるけど、もうすぐ閉まっちゃいそうだな。5時で閉店だそうで。うなぎか、美味しそうだな。割山、なんかこういう山あいの場所の小学校って古き良き時代の名残を感じることができそうだから好きかもしれないな。旅する着物男子言ってますけど、決して楽ちんなことばっかやってるわけじゃないっていうことがちょっとでも伝わったらいいかなって思ってます。黒田駅信号を渡って向こう側にあるみたいです。ファミリーマートが5.8 キロ先、やめときましょう。黒田駅にたどり着く方が先、黒田駅に行く方が先です。しかし歩行者ボタンを押さないと渡れません。向こうに警備員の人が立ってるんで、あ、信号変わった、ね、警備員の方が立ってる方向に駅があると思われます。でもなんか危なっかしくないですかこれ。立ち入り禁止って書いてある。大丈夫かなこれ。こっちに行けってナビは言うんですよ。ダメ、このルートで案内されたから向かってるんです。福岡駅に行きたいだけなんですよ。大丈夫です、とんでもない。ご親切にどうも。警備員の方がちょっと心配してくださって、いろいろと気遣いをしてくれました。この方角で大丈夫そうです。車両は取れないみたいですけど。ああ、なるほどなるほど、はあはあはあ、この橋だ。見えますか、この橋が台風によって壊れてしまった橋なんだそうです。はい、見えてきました。もう間もなく袋田駅です。残り 300m、あとはまた水郡線に乗って水戸まで戻って、そして水戸から今度は常磐線に乗って東京に戻ります。まあなんとかなりそうですね。どうなることかと思いましたけど。こっちです。はい、行きましょう。あとは水戸行きの水郡線の時間を確認して、あら、というわけで袋田駅が見えてきました。あ、水郡線が水戸に向かって出発しますね。ちょっと次の列車が来るのは1時間後です。ということで今回のこの動画はこの辺りで締めたいと思います。ワンちゃんにちょっと嫌われちゃってます。ワンちゃんちょっと嫌われちゃってます。今回の動画いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思っていただいたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。